のワールドカップ1回目で首位に立った高梨沙羅選手は2回目 127.5 メートルを飛び今シーズン初勝利、男女を通じた通算最多勝利記録も57に伸ばし、女子史上初となる100度目の表彰台に立ちました。高梨選手にとっては当時15歳で初めて表彰台に立った2012年以来9年越しの偉業達成となりました。